都市伝説リテラシ ー, テラシーある大手のねプロダクション B としましょう、仮に。まあ、なくなっていくってことはあるんでしょうか、日本のこのような明らかになってるんで、例えばジャニーズ、はい、まあ、スマップがそうですよね、はい、じゃあ森くんがいた時の契約関係は、森さんはスマップ辞めた後に、はい、そもそもスマップに彼は存在してないってことを言えって言って前者言ったでしょ、あ、ね、元スマップって使っちゃいけなかったの。だから分かんないですね、事実なの、このように存在してなかったことなんです、はあ、ところがだんだん時代が下って3人辞めたでしょ、はい、さすがに3人だともうできなくなっちゃったんです。そうですね、ホスっていうのが、つまりホス人と、うんうん、ホス側の力関係っていうのが、前は圧倒的力関係があったんだけど、だん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 ネットの力とかによって近づいていったと、はい、おそらくこれが対等なのがフェアな言論、うん、あ、フェアな社会なんですよ、はい、労使関係においても、うん、死が老王の上に来るっていうのは不健全で、はい、これはあくまでも契約関係だから横並びなわけですね、はい、対等の、でも日本人ってこうなってるのが好きなんですよ。あ、好きでしょ、依存するのは。下の人は、上の人たちは何でもいいから黙って言うことを聞けというね、うん、でそれが当たり前のようになってた時代がだん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 変わってきて、まあスマップは大きいと思いますよね。そうですね、うんうん、まあ、だから変わるか変わらないかといったら、うん、あなた次第、もしかしたらあなた次第変わってきてますよ。変わってきてますね、ただ遅い、日本は遅いと。遅いでしょう、だって他の国はもうだってそんなの全盛期20年以上前に終わってることなのに、うん、はい、日本もアメリカもあったんですよ、ハリウッドの契約で奴隷契約とか、だけどそれをどんどんね変えていって、うん、特にあの俳優の組合とかもね、はい、力強いから、うん、そう、日本って俳優の組合ないよね。聞いたことあるのはよく、なんか声優さんとかだとすごいありますよね、なんかイメージがあります。ギャラの決まり方とかもそう基準があるとか。いや、でもアナウンサーの組合作ってもいいよね。アナウンサーの組合とか欲しいですね、本当フリーでやってる人たち、まず必ず裏切るやついるからねじゃない人ですから、そうだからね、おかわったよしやるよとか言ってさよし行くぞってやって浮いてみたらさ、後ろから距離させたらっていうの痛いんだけど、お前が刺してどうするんだよってこっちから刺されて、まあ大変なんですね、そんなばっかりですから日本のジャーナリストなんてね、はい、だから日本のジャーナリストさえできないんだから、うん、とりあえずね、立場の弱いアナウンサーなんかもっとできないと、はい、いうことなんですが、テレビの闇、はい、いいですよ、ちょっとだけ時間延長してテレビお願いします。何なん、テレビの闇だっけ、芸能界の闇、テレビ芸能界の闇、あと何ですかを知りたい。え、あと何、枕、いいんですか、枕そんな、え、枕は何なの、普通に あるでしょうある、枕あるでしょう、もうあって、だんだんこれも同じですよ、はい、だんだん要するにリスクとの兼ね合いだから、もうその昔のね、プロデューサーとかディレクターなんて、はい、はっきり言って枕ありきでやってたから、でそれ出る人たちもそうなんだけど、これ問題となったのは、はい、あれなんですよ、アメリカでもそうだけど、未成年のに対してはダメなんですよ。だからなんか最近ほら彼女が言ったでしょ、あの子忘れちゃった、未成年のことありました、ね、出川さんとか、ああ、ありました、マリエさんの事件で、 あれは彼女が成年だったらそれは判断なわけですよ、はい、体を打って仕事に就こうが何だろうが、それは成人を超えたらそれは自分の自由だから、はい、そこはあの契約関係ではいいんじゃないのと。だけど未成年はそれはダメですよっていうのがもう決まったことだったの、2000年ぐらいの時も常に、はいはい、アメリカの方もその強制力がなくて、要するにパワハラじゃないね、うん、形でもうそういうふうにお互いそれで結果として職業もらうんだったらもうしょうがないなというなったんだけど、だんだん厳しくなってきたから、アメリカはそれもダメになったでしょ。ところが日本の場合はもうそのレベルじゃなくて、子供だろうが何だろうがそんなになったからおかしいと。恐ろしい。で昔もねそういうのあったんですよ、はい、例えば森本レオさんとね、まあ、もう言っちゃってる、ね、ちょっと名前全部出しちゃった、大丈夫、なんとかさん、あの女優のね、それが言って、ところが日本だと普通だったらみんな、はい、メディアがそれはひどいと、被害者守るでしょ、はい、日本は加害者守るわけですよ。なんでですか、力を持ってるから、自分たちもやってるからでしょ、単純に。だからそういうふうな、官房機密費取材してる時と一緒ですよね、はい、要するに官房機密費もらうのはおかしい話だから、メディアが、はい、バンバン追及するとどうするかというと、はい、誰も言わなくなるんですよ。なぜかって自分たちもらってるから、人のこと言えないっていう、うん、だから多分さっきの今日のね、あのロリータ関係の話も、うん、ね、ケイドバさん言ったけど、うん、やってる人が多すぎちゃって、テレビ局関係、自分にも
バレちゃうかもしれないから言えないっていう人が、そう、だから具体的に言うとね、まあ、名前出すのはちょっとフェアじゃないか言わないけど、20年前にある曲のディレクターが、休むたびにねタイに行ってたの。でな、タイ一人で、はい、何してるかっていうと未成年の一桁の女の子を買いに行ってたんですよ。いやちょっと、でそれをそれを当たり前のように帰ってきて番組の打ち合わせとか喋るわけ。あでこっちはちょっと怒ったわけだよ。あ信じられない。それあのおかしいと、本当に信じない。そしたらおかしいって言われたから俺が、それを何正義ぶってんのみたいな。あ周りも言わないし、 ある曲ね。まあ、その人がね表に出てきたら言ってあげようかなと思ったんだけど、まあ出てこない。まあそれ実は一人じゃないんですよ。大丈夫でしょうか。今日も過激な発言が。え過激じゃない。過激ですよ本当に。本当なんか週刊誌とかネットニュースとかになってしまったらどうするんですか。ならない。どうしてちょっとやってる人多すぎちゃって。あみんな取り上げない。今のね若い人たちはそういうような感覚してないけど、はい、今ね大体本当に45、50、60の人たちはね皆さんそうでしょ。やってる職業によってまた上杉だけ絶対出すなってなるんです。はいちょっとやめてください。あるテレビ局ではあの、はい、セクハラスの現場僕見たんでその人に注意してそのコンプライアンスの人に言ったら、はい私がその守った、はい対象者ね、はい、セクハラを受けた3人が番組を下ろされました、はい、なんでなんでしょうか。理由は上杉になんで言ったんだとバラすなと、ね、これも知ってる人は知ってるからね。いやね、ちゃんとねそういうものを検証して早くいい組織になってほしいなと思います TBS。 いやちょっと、ね、いいんですかさらっと。もう本当のことだから、はい、名前言わないだけでもありがたいと思った方がいいと思いますよ。そうですね。いや本当に闇が深いですね、はい、もう闇はいくらでもありますね。本当にいくらでもこれ、ね、闇での限りあります。そう闇のままにしちゃいけないんだよこれ、はい、だから早くどんどん出してあげて、うんでね、次の世代の人たちにこういうようなこともねこの時代世代でやめようと、はい、こんな不健全な、ね、被害者を勝手に生んで、うんはい、でね一部の人たちだけがね、うんまあ、その不正行為から逃れるようなアンフェアな社会は、はい、やっぱりねこれ早くなくさなくちゃいけないんで。そうですね。闇がある以上は進歩もしないし、うん、よくもなりますので、うんはい、どんどん闇を暴いていこうということで、はいはい、私も暴いていきます。いいね。知らないけど表明ということで上杉隆と天海絵里の闇リテラシー、闇リテラシーでした。またやりましょう。はい、ありがとうございました。